車軸相続は豆赤の属の一つ。英語ではクローバーと総称される。約260種が全世界に分布する。車軸相続の多様性は北半球において最も高いが、南アメリカやアフリカにも多くの種が分布している。茎は地を這うように長く伸び、葉は3匠用。稀に4、及び7匠用のものがある。夏は5から9月。 高さ5から20センチメートルほどの花柄の先に、長さ1センチメートルほどの小さな長径の花を密集して咲かせ球状の花女を作る。花の色は白、黄色、ピンク、紅色など、一年草、二年草、または多年草である。俗名は、ラテン語のトレスとホーリアムに由来し、三つの小葉を持つことを指している。和名の 爪草の由来は、江戸時代にオランダから輸入されたガラス機の梱包の際に本草が爪物として使われていたことから、爪草と呼ばれるようになった。重要な蜜源植物であり、クローバーの蜂蜜は世界で最も生産量が多い。葉は茹でて食用にすることもできる。花水は競争剤、通風の体質改善薬などとして用いられていた。 減熱、鎮痛効果もあると言われている。アイルランドでは、つ葉のクローバーなどが、シャムロックと呼ばれ、国の象徴として用いられており、例えばアイルランドの国営航空であるエアリンガスは、微力にシャムロックのマークをつけているが、厳密には、シャムロックはクローバーのみを指すものではない。また、あるジンクスに、五つ用のクローバーは、金銭面の幸運、二つ用のクローバーを見つけると、 不幸がが訪れるる。というものがあ四つ用のクローバー、いわゆるクローバーは三つ葉、つまり三出複用が標準であるが、稀に四つ用のものが現れ、それには様々な言い伝えがある。このことについては四つ用のクローバーの項を参照。またさらに少ないが四つ、用以上のものも生じる例があり、それについてもその項を参照。日本に分布する在来種は社軸層のみであるが、 白爪草をはじめとする多くの種が、牧草、園芸、緑肥などの目的で導入され、気化植物となった種類も多い。約260種が属し、次の亜族、説に分類されている。クロノセミアム亜族20種地中海周辺、トライホーリアム亜族、ありがとうございます。